ディアルバクルは、トルコ南東部の都市。ティグリス川に臨む。ディアルバクル県の県都。人口は58万9千人。ただし、町を取り巻くスラムの住民を含めると、人口は100万人を超えると推定される。住民の大半は、クルド人。イスタンブールやアンカラと空路で結ばれ、トルコ空軍の基地がある。 トルコ内のクルド人の中心的な都市である。イランイラク地方と国海地中海方面への諸海道を結ぶ結節点にあり、古代から交易地として栄えた。古代のアルメニア王国の首都、ティグラナケルトは、現在のディアルバクルの近くにあったと考えられる。ディアルバクルは、ローマ帝国時代には、アミダと呼ばれたが、629年にアラブ人に征服されて、以後は、 アーミドと呼ばれるようになった。イスラーム時代以降、北メソポタミア一帯は、アラビア語で、ジャズイラ地方と称し、このジャズイラ地方北端のアーミドを中心とする東、ローマ帝国との教育地域を特に、バクル族の国と称した。14世紀末にはから、ゆるくオスマンが白幼町を建国して、勢力を伸ばした。1515 15年に、 オスマン帝国に占領されると、地方名であるディアール・バクルがアーミドの都市名としても定着するようになり、トルコ共和国時代に至ってからディアール・バクルが正式名称となった。旧市街を囲む城壁ライトアップされた城壁最もっとも、古い部分は297年に作られたという長さ 5.5km の玄武岩の城壁が旧市街を囲む。市内には、 中世のモスクやマドラサが数多く残っている。11世紀のウルジャミーや16世紀のデリベル、ハンマドラサなどが有名。もともとは紀元前1世紀に作られたアッシリア教会が今も機能している。第一次世界大戦の際にディアルバクルでは暴動が起こりアッシリア人とアルメニア人の住民のほとんどが追放された。1918年に オスマン帝国が解体された後、一時、フランス軍が街を占領する。1925年には、ケマルアタチュルクのアンカラ政府に対する、クルド人の大規模な反乱が起こった。クルド労働者党が1984年に、ゲリラ闘争を開始した後は、治安が悪化し、人口が減った。1990年代前半には、クルド労働者党や、 市内にわずかに暮らすキリスト教徒のアルメニア人やアッシリア人を敵視するトルコヒズボラの活発な活動も見られた。クルド労働者党が2000年に武力闘争の停止を宣言して後、町は平成を取り戻しつつある。2002年11月30日、トルコ政府はそれまで15年間続いていた非常事態宣言を解除した。 1966年創立のディジレ大学がある。2015年の第39回世界遺産委員会でディアルバクル城サイトヘブセル庭園の文化的景観が世界遺産リストに加えられた。ありがとうございます。